カリーナはトヨタ自動車が1970年から2001年まで生産、販売していたセダンを中核とするフルシーセグメント相当の乗用車である。この項目では以下のモデルについても記述する。車のキャラクターを象徴したキャッチコピーである足のいいやつと千葉新一出演の CM が有名である。車種は初代より トヨタの代表的なスペシャリティカーであるセリカと共用しており、3代目まではモデルチェンジも常にセリカと補調を合わせてきた。4代目の T150K より全輪駆動化して以降はコロナと車種が共用化された。コロナが落ち着いたファミリーセダンである反面、カリーナはスポーツ感覚を忘れない4アセダンというキャラクターを全面に打ち出していた。 4ドアノッチバックセダンのほか、過去には2ドアノッチバックセダン、2ドアハードトップクーペ、3ドアリフトバッククーペ、ライトバン、ステーションワゴンもラインナップされていた。取扱い販売店は主にトヨタ店であったが、東京地区は1970年12月の1989年9月までは、東京トヨペットとの併売、大阪地区では、大阪トヨペットでの取扱いとなっていた。 当時トヨタが乗用車に使っていた頭文字が C の社名で流骨座を意味する英語に由来する。1970年12月にセリカと共に登場し、2001年12月にコロナプレミオと共に販売を終了した。この兄弟車関係はアリオン、プレミオにそのまま引き継がれた。生産終了前月までの国内。 新車登録台数の累計は715,680台販売終了前月までの、新車登録台数の累計は69,701台販売終了前月までの、新車登録台数の累計は393,526台。また、1975年から1992年までは 1,500cc、1,600cc クラスの小型商用車も生産、販売していた。 T-40、T-50 系トランスミッションは TK エンジン用のため容量が小さい。トヨタとはオハイオー、おはよう720、おはよう700のキャラバン2以来の関係。チーム ACP 自体は、第3回から KP61 型スターレットと FJ60 型ランドクルーザーで参戦。時間がいながら、それぞれ56位、59位で完走。 AE92 型のカローラレビン、スプリンタートレの後期モデルに相当する。GT には4足、AT モデルも存在した。タイヤサイズは、前期型 GT が195、60R1486H であったのに対し、後期型 GT は195、55R1584V となった内外ドアハンドル、パーキングブレーキボタン、セレクトレバーボタン。ありがとうございます。